まあ、昭和から平成にね、まあこうなってから生まれた人たちばっかみたいなメンバーがね。まあでも、昭和から平成に来たのも平成ジャンプだけど、逆に平成から令和に行くのもある意味平成からジャンプしてくるわけだから、まあ、これも平成ジャンプなんじゃないのかなということで、はい、そんな感じですかね。はい、まあ、あと僕一つね、勘違いしてたことがあるんですけど、相性なんかこの昭和とか平成とか令和とか、これなんつうの、元号って言うんでしたっけ、これなんて言うんだっけ、これってさ、その天皇陛下が亡くなった時に変わるもんかと思ってたんですね、僕。そういうわけじゃないんだ、これ。そういうわけじゃないんだ、これ。別にその亡くなってから変わるもんじゃないんだよ、元年っていうの。元号。天皇陛下が亡くなってからとかじゃない。あ、今まではそうだったの。今まではそうだったけど、今回は別になんか、生きているけど、まだその生きているって言い方もあれなんですけど、生前に、生前違う、なんて言うんだ、生きてるのに、じゃあ天皇陛下の座を渡しますよでもないけど、そういう感じになって、なんか変わって令和になったみたいな。ああ、今まではじゃなくなってから変わってたんだが、なんかでもそういうこういうパターンもあるってこと、亡くなる前になんかこう天皇陛下言うなっちゃいなよみたいな、なんか感じで。ああ、そうなんだね、それ知らなかったわ。本来は亡くなってから、ああ、なんかそう、俺も亡くなってからかなって思ってたんだけど、そういう亡くなる前に変わるパターンもあるんだ、それ知らんかったわ。なるほど。 だってこんな早くね、平成から令和になると思わなかったね。だって昭和が61年、あ、違う、64年までじゃないですか。で、平成は30何年？ 34 年ぐらいだったのかな、わかんないけど。約半分ぐらいじゃないですか、平成の。平成じゃない、昭和か。あ、31年でしたっけ？初見です。よろしくお願いします。どうも。あ、そうなんだね。そうなんだ。まあ、てか、ぶっちゃけ平成でも令和だろうが、平成だろうが、昭和だろうが、別にどうでもよくないって感じが。あ、シャリさん、ハートごかです。で、そんなに重要なことなのかな？そんな 重要なことなんですかね。別にどうでもよくない？まあ別にどうでもいいじゃん。平成だろうが、昭和だろうが、令和だろうが。そんなに変わるもんなのかな。いやー、ほんとね。マジね。あ、おはよう。今月もナイスする。どうも。どうもどうも。にしてもね、ほんと、令和か。まあ、あれですね。まあ、2019年、令和になって、まあでも平成のね、俺 YouTube 見てたんですよ。YouTube 見てたら、なんかこういろんな、なんか平成のまとめみたいなのが動画とか上げられてたな。なんか平成のね、平成にできたアイドルとか、平成の神曲たちみたいなやつとか、平成のなんかこうカニアニメたちみたいなやつがこ
なんか紹介されてて、あ、なんかちょっと見てみようと思ったら、なんかね、いろんななんかね、平成にヒットしたね、例えばモーニング娘。とか AKB とかさ、AKB ですら考えてみたら平成なんだとか思ってさ、あとなんかさ、まあ当たり前なんだけど、あとなんかスピードとかなんかそういうのがなんか入ってて、あと Perfume とか入ってて、なんかそこら辺ってアイドルなのかなとか思ったんだけど、平成のアイドルっていうなんかタイトルで、なんかこう、上がってたんですよ。で、あとね、なんだろ、その中にね、太陽とシスコムーンとか入ってて、そういえば太陽とシスコムーンも多分アイドルだったんだろうけど、みたいな。あ、この話どうでもいいですかね。単体アイドルの最後は、あやや、そうでもないんじゃない どうなんだろう。で、その後も別に平成で単体っていうか、ソロっていうかで、ね、ソロのアイドルは多分いたと思うんだけど、ただなんかその日の目を見なかったからみんなが気づいてないっていうか、心に残ってない、もしくは知らないだけで、別にあやや以外の人もその後からも出てったんじゃない？あ、まあみんなの印象に残ったっていうか、ある程度やっぱ知名度があったのがあややってこと。え、その後もいなかったっけ、なんかそれなりの人。まあいないか。そうだな。 まあそうだね。今のアイドルは使い捨てって言い方もあれだけど、そうですね。 まあ話変わりますけど、スンゴキタどう思う？ あのですね、まあ、YouTube のはじめ社長の動画見てて、なんかあの前ジョーブログがやってたような、なんかなんだ、誰々に勝ったら1000万みたいな、元プロボクサーに勝ったら1000万みたいなやつあったじゃないですか。なんかそれのなんか新しいやつ、アベマでやるらしくて、でそれでなんかあのはじめ社長の後輩が出るとかっていう動画やってて、それ見てたんですよ。見たんですよ。でそしたらはじめ社長っていつも結構編集をさ、がっちりやってるじゃないですか。こうなんか、なんていうんですか、 めっちゃなんかカットをさ、短くしてこうなんかバーって編集で繋いでるじゃないですか。それが全然そういう編集をしてなくて、そのボクシングの時の動画はね、なんかそういう、ああいうパッ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 パって切り替わる、ああいう編集じゃないはじめ社長、珍しいなと思って見てました。 普段なんかすごいめっちゃ編集してるじゃないですか、そういうの。パパパパパって。なんか普通に話してて。まあでも他のね、人の動画とか、コラボした時の動画とかね、では結構、なんかその人の方の YouTube の動画の編集になるから、全然そういうシーンとか見られるんだけどね。まあ今着てる服もはじめ社長ファッションなんで、今着てる服もね、実ははじめ社長ファッションです。ちょっとひげ剃んないと恥ずかしいな、ちょっと伸びてきちゃった。今年スーツ縛り。ああね、なんかスーツしか着ないとかって言ってるよね。毎年やってるよね。なんかお菓子を1年食べないとか、ご飯じゃない、肉だっけな。肉を1年間食べないとか、今年は1年間スーツしか着ないみたいな。あんな絶対配信外で食ってるよね。 肉とか1年食わないとか絶対ありえない。絶対食ってるよ、配信外。そう、ラーメン食べないとかあった。そう、ラーメン食べないとかあった。絶対食ってるよ、あんな。
大体スーツでね。